そしてこのバリアという概念を使いまして、遠すぎないという状況を定義します。それをまあサブジェイセントと言います。遠すぎないという意味です。はい。ベータはアルファにとって遠すぎない。どういう場合かと言いますと、すべてのギャンマに対して、ギャンマというのはベータにとってバリアである。この場合においてですね、ギャンマを直接ドミネートする最大投射が、アルファをドミネートしている場合、これだけではちょっとよくわかりませんので、具体例を使ってサブジェイセントとはどういうことかを見ていきたいと思います。いい例ですね。 What do you believe that Mary bought? はい、この部分、これは、まあ、バリアですね、動詞の目的語ではないですので、まあ、バリアと。さあ、いきますよ。 What はですね、もともとこの位置にありまして、そして、この途中の That の指定部の位置に一旦止まってます。その際、この IP を超えてるわけです。はい、ではいきますよ、これをアルファと置き、これをベータと置きますね。ベータはアルファにとって遠すぎない。どういう場合かと言いますと、すべてのギャンマ、ギャンマはバリア、まあ、これですね、 IP、 これ最大投射で、そして immediately dominating ギャンマ、これ CP になります。最大投射でギャンマを immediately dominate している最大投射 CP、 これがアルファをドミネートしています。ということはベータはアルファに対して遠すぎないと言ってます。つまりバリアを一つ超えてもこのような移動は悪い移動ではない、遠すぎないということです。では悪い例を見てみましょう。 What do you believe the claim that Mary bought? はい、一旦この that の指定部の位置に入ってここに移動していきます。これ動詞の目的語ではありませんので、ギャンマ、つまりバリアとしますね。はい、はい、一旦この指定部に入りました。それが文頭に行きます。で、これはバリアですから、これをギャンマと置いて考えていきたいと思います。はい、ベータはアルファにとって遠すぎない。はい、すべてのギャンマ、まあ、このケースでいきますと、まあ、CP ですね、にとって、はい、ギャンマを、直接支配する最大投資者、これですね、これ、この noun phrase、これがアルファをドミネートする。残念ながらこの NP の下に入っていません。 CP の下に行ってますので、つまり、ベータとアルファ、これはですね、このせいでサブジェイセントではありません、つまり遠すぎるというわけです。ですからサブジェイセント違反の文になっています。さらに悪い例。 What do you believe the man who bought? はい、この IP ですけれども、そしてこの CP、 これ、動詞の目的語ではありませんので、ギャンマと仮定して見ていきたいと思います。はい、まずこれですね、この場所をベータ、そして最終地点をアルファと置きます。ベータとアルファ、ベータはアルファにとって遠すぎない。もしすべてのギャンマ、ギャンマは、まあバリアですけれども、はい、まずじゃあこれから見ていきます。ギャンマを直接支配する最大投射、これが
アルファをドミネートしていれば遠すぎない、この距離は遠すぎないとなります。しかしながらこの下にアルファがないので遠すぎるわけです。さらにこれ見てみましょう、このギャンマを直接支配する最大投射、これですね、これがアルファをドミネートしていればしていないです。ここの下に入ってますから、この下にアルファがありませんから、この距離は遠すぎると。そしてなんと言ってみれば、遠すぎる状態がこれ2回あったわけですね。簡単に言いますと、バリアを2つ超えていると、一度に2つ超えていると、だから、クレイムのケースよりも悪いんだと、そのように判断されるというわけです。